こんにちは、縁カタロチャンネルです。オリコンの2022年12月5日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2022年11月21日から2022年11月27日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、赤いひまわり、おかゆ。発売日2022年4月27日ビクターエンターテインメント。第19位、桜雨、井上由美子。発売日2022年2月9日キングレコード。第18位、あなたに乾杯、川上愛。発売日2022年11月23日トクマジャパンコミュニケーションズ。第17位、あなたに会いたい、ミス・ナキタ、葉月ルミ。発売日2022年11月23日フリーボード。第16位、石狩ルーラン16番地、市川由紀乃。発売日2022年8月24日キングレコード。第15位、午前0時のリフレイン、カナ。発売日2022年11月16日定築エンターテインメント。第14位、倉敷川愛花、藤原宏。発売日2022年10月5日キングレコード。第13位、少年、ラストファースト。発売日2022年6月29日日本コロンビア。第12位、女の嵯峨の字、つぶきみゆ。発売日2022年10月26日日本クラウン。第11位、背景みかんの里、山西あかり。発売日2022年6月29日トクマジャパンコミュニケーションズ。第10位、一枚の切符、竹島ひろし。発売日2022年6月15日定築エンターテインメント。第9位、ジェラシー
運命にキスをしよう。新浜レオ。発売日2022年9月28日海峡レコード。第8位、2代目木村哲治。発売日2022年11月16日日本クラウン。第7位、あいあい傘松前寛子。発売日2022年11月23日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第6位、コール付き滝川舞子。発売日2022年11月23日日本コロンビア。第5位、北風よ福田光平。発売日2022年11月2日キングレコード。第4位、浮き草の船岩本久美。発売日2022年11月16日キングレコード。第3位、君を奪い去りたい純烈。発売日2022年2月9日日本クラウン。純烈2022年の勝負曲「君を奪い去りたい」の EFG タイプが発売。中でも F タイプのカップリング曲には年内で純烈卒業を発表している小田井涼平さんのソロ曲「合言葉」を収録。 G タイプには純烈とダチョウ倶楽部によるプロポーズと芸人の有吉が1996年に発表した大ヒット曲「白い雲のように」のカバーが収録されています。第2位、涙の純情北川悠仁。発売日2022年11月23日キングレコード。源哲也と北川悠仁の師弟コンビによる遺伝子レベルで楽しめる王道演歌。伝統演歌の手触りとカラオケライクな魅力はそのままに、聴き手の心に絡みつく北川悠仁の歌声と現代の演歌ファンの心をくすぐる師匠源哲也の名調子でさらにアップデート。躍動感あるリズムと円熟味を増す歌声で織りなす今作は、一度聴いたら抜け出せないズブズブとした演歌の魅力を凝縮した作品に仕上がっています。第1位、甲州路氷川きよし。発売日2022年7月26日日本コロンビア。2022年デビュー23年目の第2弾シングル「甲州路」は原点に立ち返り、瞬き者の軽快な演歌楽曲。新装版がついに発売。
カップリング曲を変えて改めて再始動となります。 D タイプの雪女は強い恋心に迷う女心を歌唱、 E タイプの対馬海峡は長崎県の対馬海峡を舞台に迷いを乗り越えて生きていく決意を歌唱、 F タイプの桜のようには前向きに生きる気持ちを桜になぞらえた演歌楽曲です。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。